はい。では、始めさせていただきます。社会データ構造化センターの芝居です。私の成果報告、報告は、国際調査と紛争データを活用した社会分析となります。私が、センターで、主に担当しておりますのは、国際比較調査、およびそのデータの管理、および分析になっておりまして、で、社会調査というように、基本的に人に直接、いろいろな質問などをして、その人の意識や価値観、心情といったものを、調査と、データとして集めて、それを分析するというものになっております。で、国ごとに取るというのは、やっぱり国ごとに違う、例えば文化とか、政治体制、経済発展度、宗教などなど、いろんなバックグラウンドの違いによって、人の意識や価値観に変化があるのではないか。そういったことを、見つけることが重要になって、来るものなので、いろんな国から、できるだけ多くのデータを取ってくるというのが課題になっております。やっぱりいろんな国に行くっていうのは、それだけでも準備とか予算とか大変だったんですけれども、近年、藤山先生の話もありましたけども、いろんなソフトウェアとか技術が出てきたりしたおかげで、割と容易に、昔に比べればという意味ですけど、容易にデータを、いろんな国でデータを取りやすくなりつつある環境になっています。で、特に最近、この近年で代表的なのは、例えば SNS とかクラウドソーシングなどを使って直接的にデータを、人に聞いてデータを取る。ちょっと脱線しますけど、これらに関する SNS とかを使ったウェブ調査に関しては、来月の3月4日にセンターのシンポジウムでチュートリアルセッションでお話をしますので、関心ある方来ていただければ幸いです。でも話を戻しまして、こういった新しい、技術を使って、より容易にいろんな国のデータを取れるようになっている。で、それによってありがたいのは、やっぱり予算も、少しずつ減っている。やっぱり他の、いろんな国に行って直接データを取るというのは、やっぱり予算がかかってしまうものですし、また準備に関しても、こういった要因になる、データを取ること自体が要因になるということは、同時にいろんな国の人たちとの研究協力も、しやすくなるという面がありまして、そのおかげで準備もしやすくなったんです。というのも、調査をする上で非常に大事かつ厄介なのが、言葉が違う国同士で比較しようとすると、できるだけ言葉によって違う意味にならないように、違う調査データにならないようにする上で、翻訳も非常に重要になってくる。で、それがやっぱり非常に難しいんで、日本だけでやろうとすると日本語だけになってしまうし、英語をうまくやったところで、英語以外が主たる国なんで、世界中で言えばそちらの方がずっと多いわけで、そういった点で言うと、それぞれの国の大学の方と協力して、できるだけ意味が同じようになるっていう、トランスレーションの問題にしても、準備にしても、信頼できるデータの取り方にしても、そういった形で、リソースの、お互いのリソースの、削減にもつながるっていう面で、非常に研究協力のしやすさでも、調査のしやすさの上でも、やりやすくなっている。ただ、良い面ばかりではなくって、一つ、この近年で、大きな、課題になってきているのが、個人データ保護のプライバシーの概念の非常に広がりで、特に EU から、EU が GDPR という強力な個人データ保護法を出して以降、途上国であってもそれに、と同じレベルの個人データ保護法が成立していまして、そのためにそれに引っかからないように、いろんなサンプルの方々からデータを取るってなってくると、やっぱりそれも各国の法律がある程度分かってないといけなくなってしまうので、そういう面でも国際協力というのが非常に有効になってきています。またそれともう一つなんですけれども、社会科学、私がやっているのは社会科学、特に私は政治科学、特に国際政治っていうのを強くやっているんですけれども、これまであまりそういうデータっていうものが使われていない、学問分野なんです、言ってしまうと。ただそういうところにも使えるデータが、どんどん出てくるようになってきている。で、そのおかげで私、後々お話をしていきますが、これまでとは違う分野の、社会科学の中でも違う分野のデータ同士をうまく組み合わせて、コンビネーションさせて、研究協力っていうのももう行うことができる。そういった可能性を見えるようになってきているなというのが、今回の私の研究内容の、入り口になっています。で、今回報告させていただくのは、センターの方で2017年から協力しております国際調査で、主に社会学の先生方のものになります。こちらに出ておりますように、日本専修大学の先生方が中心になって、日本、韓国、台湾、フィリピン、モンゴル、ベトナム、タイ、インドネシア。こういった国々の先生方と、
まあ、ソーシャルウェルビーングってありますか、まあ、今回研究の報告の中ではソーシャルキャピタルと言いますけれども、ソーシャルウェルビーングに関する、まあ、研究に対して、まあ、協力を行いました。で、これ、ちょっと一応内容に関してお話しさせていただきます。基本的に社会学の古典的テーマで、まあ、幸福、人が社会で幸福に生きるには何が必要かっていうテーマに関するものになっています。で、それ、当然これって大きなテーマなので、まあ、貧困とか、飢餓とかとも関わっていますし、で、差別、人種問題、移民問題といったものが絡んでくるものなんで、非常に広いんですけれども、とにかくそういった問題の中で何が人が幸福に生きる上で必要かというテーマになっています。まあ、有名ところだと、ハーバード大学が行ってハーバードグラントスタディといったものや、ノーベル賞を取ったアマルティア・センが、まあ、ケイパビリティアプローチという形で貧困や飢餓からの脱却に何が必要か。といった、こういったテーマで、いろんな方面から、まあ、社会学の中でも経済学でもだと思うんですけれども、いろんな方面から研究が行われています。で、基本的な話なんですけれども、幸福っていうものを、まあ、調査データで取った場合に、その戦後からいろんなところで取ったデータで基本的に性の相関として出てくるのが所得というのがまあありまして、これは非常にいろんなところで知られています。ですので、基本的に人の幸福って言ったときには所得、裕福さっていうものがどこの国でも性の相関になっている。重要だ。これ出しているのはまあ GDP パーキャピタとの関連なんですけど、どの国でもまあそれは性の相関になっている。だけどこれがまあ基本的な話、考えになっていたんですが、かといって、所得だけで人の幸せは決まらないだろうという研究で、まあ、鮮明だと思うんですけども、イーサリンパラドックスという言葉があったり、先ほど出したハーバードグラントスタディっていうのもそうで、あれはハーバード大学の卒業生追跡調査し続けたもの、ケネディ大統領の被験者だったそうなんですけれども、基本的に社会エリートであるハーバードの卒業生が社会人になった後の人生を送ってみると、それなのに、所得があるのに、その子の人生の充実感に随分違いが出ている。で、そこで何が出てきたのかっていう。で、他の問題があるんじゃないの、他の要因があるんじゃないのかっていうことでいろいろ出てくるようになった。で、そこでまあ出てくるのは今回の話、ソーシャルキャピタルというもので、その変数というものが、また所得とは別個に人の人生の幸福にまあ強く影響を及ぼすものではないのか。まあこういう話になっています。まあ、そこに行く前に、ちょっと出してみますと、これ左上がまあ GDP パーキャピタと各国のハピネス、幸福度のスコアの散布図になっていまして、基本的にこれ 0.7 ぐらいで、こういう強い性の相関になっている。ただ他に何もないのかというとそうではなくて、右上のが、まあ、私のポリティカルサイエンスの方のデータなんですけども、CPI スコア。これはコラプションパーセプションインデックスといって国の政治腐敗度指数になっています。低いほど腐敗がひどい国。っていうようになっていて、こちらも腐敗していない国に住んでいる人ほど幸福度が高いっていう性の相関になっていますし、右下の方のがデモクラシーインデックスっていう、まあその国の民主主義発展度のスコアとの間でして、こちらでもそれなりに強い性の相関になっている。で、政治ではないですけど、左下の方は、平均余命と幸福度の相関になっています。というわけで、必ずしもインカムっていうものだけでなくて、政治要素とかも、なんですよ。福利厚生人事とか平均を見れば、そういったものとの間でもやっぱりこうやって単純相関係数を取ってみても、はっきりと関連するものが見えてくる。で、今回のこの研究協力をしている、まあ、国際共同研究の中では、このソーシャルキャピタルというものに特に着目をしております。で、簡単にまず定義をお話ししておきますと、まあ、要は、人間関係の豊富さ。英語だとリソーシーをヒューマンネットワークさんという言葉があったんですけども、要はその人が人生で生きている中で持っている人間、良い意味での人間関係の豊富さっていうのを資本、キャピタルとして捉えて、まあ数量化して、それが潤沢な人ほど幸福を感じた人生を送っている。まあ、こういう考えになっています。ですから具体的なものだと、まあ良い家族を持っている。友人とか、友人親族といった人たち、親密な関係を持っている人たちがたくさんいる。だから居住地域でのコミュニティがそういった人とのつながりというものをきちんと手厚く保護してくれていると。そういったものなどが、まあ具体的なものになっていて、それらを、まあひっくるめて、ソーシャルキャピタルと呼ぶと。そういうデータになっております。
今回は国際、これは、今回の国際協力、国際協力研究のデータじゃなくて、ワールドバリューサーベイっていう昔から行われているアメリカのデータなんですけど、そちらでもまあそれなりに、幸福度と友人の数っていうものには性の相関がある。このように出ています。まあその一例として出しました。で、ちょっと、この少し脱線とは脱線なんですけど、ワールドハッピネスリポートっていう、まあ、国連関連の組織が出している世界中の人々の幸福に対する調査のレポートなんですけど、ここで2019年では、まあ、この調査に対してのビッグデータっていうのが、何か、ポテンシャルを秘めているんではないのか。で、その中でも、その、ソーシャルキャピタルを、まあ、思わせるような、まあ、隣人とか学校とかいろんな場所での、相互のつながり方っていうものが重要であるっていうことを書いていますので、この研究をしていくっていうのは、こういった国連がそういうような社会の、まあ、発展といったものにも貢献できるものではないかと思います。それでは、今回の共同研究のデータのを使って実際に分析を行いました。で、今回東アジアなんですけれども、こちらにあるように日本だけちょっとデータ数が多いんですけれども、それ以外の国でもまあ、調査データという上では信頼性を得られる1000以上のデータをそれぞれの国でも取っております。そして東アジアだけでも文化や政治制度、例えば文化で言うと日本では独自文化圏、独自の形になっていたり、台湾や韓国というと、いわゆる中華文化圏になっている。で、ベトナムっていうと中華文化圏に近いけれども、同時に共産主義の国でもある。などのように。ようにそれでかなり多様なんです。世界でもいろんな違う特徴を持った国々の縮図のような形になっている。あのフィリピンというと、フィリピンやインドネシアは多民族国家であって、いろんな国、人たちがいて、中には対立している人たちもいるというように、というのは多様である。こういった国々の中での比較分析をすることで、ソーシャルキャピタルっていうものがどういう文化圏においても、人の幸福に影響を及ぼすようなものと言えるのかどうか。またそれと同時に全体の傾向としてきちんとソーシャルキャピタルというのは重要なのかどうか。まあそれら両方をまあ見れるのではないかと考えています。で、こちらはまず単純にシンプルに集計したもので、それぞれの国の中で幸福度、まあ自己評価ですけど0から10ポイントのスコアで出してもらった中での全体の回答の割合になっています。で、赤でくくったところが特に高いスコア。を出した国で、そこがベトナム、タイ、フィリピン、インドネシアというように、まあ、要は途上国であると、この中では、経済的には高くないところの方が、幸福度が高い。で、日本、韓国、台湾という、要は先進国側に入っている国では、そこまで高くない。逆に0から3のスコアが 20% に近い方に入る。という、かなり真逆な結果になっておりまして、で、それを、まあ、一人当たり GDP とこの幸福度で散布図作ってみると、まあ、このように綺麗に分かれる。一応で、これ、それぞれの国の男性、女性でも一応ちょっと出してみたんですけれども、とにかく大きな乖離が途上国と先進国の間に出てしまう。だからここで言うと、最初に言っていた所得っていう単純な考え方ではないんですけど、一人当たり GDP という国自体の豊かさとでは明らかに反対。負の相関になっているというのが見える。これが、まあ、現れました。で、こちらが他のデータも使った、まあ、回帰分析です。従属変数で今のハピネススコアを入れて、で、ソーシャルキャピタルに関連するような、5、6、7のファミリーライフとか、マリッジライフや友人たちとの関係の良さといったもの、それと2番目にあるファミリーファイ、2番のファミリーファイナンス、まあ、収入ですね。これらを入れて、回帰分析を行ったんですが、これはまず全体のボンドデータの結果なんですが、ソーシャルキャピタルの要素、青でくくったところの変数は、まあ、性の相関、あ、すみません、性の相関じゃなくて、優位、5% 水準でも優位であって、なおかつ性の影響力が。で、ファミリーファイナンス、まあ、収入は優位な結果ではありませんでした。少なくとも東アジアの全体の傾向で言うと、これだけ多様な人たちが集まっていても、まあソーシャルキャピタルの方が幸福には強い影響があるということがはっきりわかるということです。
で、ちょっとすみません、細かいんですけど、これ、それぞれ国ごとに同じ階級分析を行ったんですけれども、まあ、その形で行っても、やっぱりファミリーライフや、リレーションシップ with friends などといったものが、た変数がすべて、ほぼすべて優位にな、どの国でも優位になっている。で、インカムの方がちょっと意外な結果で、優位でなかったのが実は日本と韓国である。他の国では結構それなりに優位になっていたりするんですけれども、一番経済力の高い2カ国で、インカムというのは優位ではなかった。それから他の先行研究などでは、所得っていうのが幸福度に影響はするけれども、ある一定以上の値になってくると影響がなくなってくるっていうものがあって、それをまあほぼ裏付けているのかなと。このような結果がわかります。と、わけで、とりあえずここまでが、まず、国際協力と社会学者の方々のメインテーマの、ソーシャルキャピタルという形での研究成果なんですけど、まあそこに加えて、せっかくいろんな分野での、まあ社会科学系のいろんな分野のデータが出てきておりますので、私の専門分野の方から、このソーシャルキャピタルに対する研究として協力ができないかということで、まあ一応自分の独、ちょっと独自の変数というのを作りながらデータを集計して試みた研究内容をお話しします。で、私の内容は、まあ先ほど申し上げたように政治科学、ポリティカルサイエンスで特に国際政治、紛争関連のことがまあ多いわけでして、で、紛争とか軍事紛争とかテロとかっていう話になると、当然それソーシャルキャピタルに大きな影響を与えるんですね。というのも強制的に家族や友人を殺しかねない事態ですので、これらがやっぱり負の影響を及ぼしているのではないか。でちょっとこれは自己紹介なんですけど、私こういった最近出した本だと核問題を出しております。で、これだとまあ数理モデルで左側のようなベイジャン均衡点を望ましいところに位置づけるのは何の条件が必要かといったことをやっていたんですけれども、この分野では本当にデータ分析っていうのがこの10年でようやく広まってきたぐらいで、本当に数理モデルも含めてやってる人が少ない分野でした。ですので、そういった意味合いでもどちらの分野でも新しくできないのかな。一応このテーマでやった上で、まあ国際会議を出して、それと、まあ国内ですけど、一応英語のジャーナルと、それから、いい加減出てほしいんですけど、スプリンガーの方に一章書いております。ですから、その内容になっているんですけれども、このテーマとしては、要するにソーシャルキャピタルというものが、人の幸福に大きな影響を及ぼすものである。そうであるならば、そのソーシャルキャピタルというのを、強制的に減らすような事態である戦争、軍事紛争というものは、やっぱりそれの幸福度に対して負の影響を及ぼすのではないか。一応考え方としては、まず単純に個人の経験として、戦争経験、戦争というのが起こった場合、ソーシャルキャピタルを減らす。現象であるわけなので、直接的に負の影響があるだろう。で、もう一つは戦争っていうのを止めてくれる、守ってくれるっていうと国家しかないわけで、それを行う、それが起きるっていうのは国家に対する信頼低下にもつながる。で、国への国民の信頼が喪失、低下している社会っていうのはだいたい正常不安になっていくものなので、そういった形でも間接的に幸福度に対する負の影響があるのではないか。まあ、このように考えました。で、これらに対して使って自分自身の変数を作っていくんですけれども、それ、まず元として使ったのが、こちらの UCDP というデータになります。まあ、これ、スウェーデンのウプサラ大学というところが出してくれているもので、世界各国に起きた紛争のデータを Google マップと連動させて、緯度経度まで正確に出して、そこで何年何月に何人の犠牲者が出て、どういう組織と組織との紛争が起きていたのか。まあ、こういうことを正確に出してくれるデータになります。一応出してみ、これ一応それ、その約30年の間で犠牲者の数なんですけれども、ちょっと今回の東アジアだと犠牲者が出ているところ、出てないところでかなり差があるんですけれども、このようになっております。ですから、犠牲者そのものだけちょっと使うことが難しいと考えたので、まず、この UCDP の前身データであるプリオっていうのがあるんですけど、まあこれの定義に従って紛争を4種類に分けます。ここでは短く言って、サイドウェイっていうのは、要は、自分の所属している国や組織側が攻撃する側に入っている紛争と、サイド B っていうのが攻められた側の紛争となっております。で、あと A2、B2 っていうのはそれぞれの側に、まあ、味方をしたっていう紛争になっている。だから間接的な関与になる。ですので、まずこれによってそれぞれの国で生きている人が、
それまでの人生の中で、いくつの紛争を、それぞれの4種類の紛争をいくつ経験しているのかっていうのを計測しました。これがまず一番基本的な、War Experience という、まあ、変数の定義になっております。ちゃんと1年ずつ出せるんですけれども、ここではとりあえず、ちょっと全部出すと見えないものになってしまいますので、10歳刻みで簡単に出しますけれども、日本だと70歳の人は、サイド A の戦争 A2 件と、まあ、もう、ここにあるのは太陽戦争だけです。で、A2。A2 っていうのは、A2 が20代までありますけれども、これは湾岸戦争のことです。このように出すことができます。で、それに対してフィリピンのように内紛が多い国だと、A っていう、要は自分の国が反政府ゲリラを攻撃するような紛争が非常に多いので、これだけの件数になります。で、それなりに多様性が、まあ、出てきます。で、これらに基づいて、まあ、仮説として分析することとして、シンプルにまず、戦争経験の多さっていうのは、幸福度に対して負の影響があるのではない。そしてもう一つ、特に重要なのは、特にサイド B と、攻められた側の経験が多いほど、やっぱり幸福度の負の影響があるのではないのか。まあ、このように仮説を立てました。で、こちらが、まあ、シンプルな相関係数なんですけれども、まあ、相関係数でちょっと私の仮説はちょっと裏切られておりまして、サイド A でもサイド B でも、ハピネススコアとの相関は非常に弱いけど、正の相関になってしまいました。ちょっと急ぎます。で、回帰分析を行ったんですけれども、で、コントロール変数としてファミリーファイナンスとファミリーライフを入れたんですけれども、この結果としてもサイド A と B、は一応、でも B は優位ではあるんですけど、結局係数が正の値になってしまっているので、まあ、仮説を支持する結果にはなりませんでした。ちょっと飛ばします。というわけですので、ひとまずここまでの話なんですけれども、残念ながらいろいろ考えて変数も作ってはいったんです。かなり端折りましたが、まだ現時点では自分の望ましい結果はまあ出てきてはおりません。というのは、やっぱり変数の計算がまだまだ未熟な状態になっていて、不完全もいいところなので、例えば心理学の分野からの話を持ってきても、単純に紛争、今の状態で経験が単に累積的に増えていくようなデータになってしまっているんですけど、人間やっぱり忘却っていう要素もあるので、それどうやって計測するのか。それと同時に幸福というなら、自分が今まで不幸な目にあったり、戦争が終わった瞬間は幸福になるのではないのかと、こういう指摘も受けたことがあります。そしてもう一つが紛争をいろいろこれ戦争と内戦をごっちゃにして入れてるんですけど、問題として国内での争いっていうのはどっちが攻撃側になろうと自分たちに被害が及ぶものでもあるので、ちょっと普通の戦争とは違う計測が必要になるのではないか。そして最後にロケーションということで、要するに紛争が起きた場合だと自分の居住地に近いところのものを脅威に感じるっていうのは当然の話なので、そうなるとサンプルの人の居住地と起きた場所の距離っていうものを測って、それも変数に入れるべきではないか。ただ、これは現実的にできるんですけれども、これがまた個人データ保護法の問題で、個人特定できるような情報なので、どうやってこの法の問題をクリアして入れるか、というのが、まあ、大きな課題になっております。というわけで、現時点ではまずここまでになっていて、オリジナルの変数及びデータの計測っていうのは、ことまで、まあ、頑張って行っておりまして、これをさらに精査して、きちんと作り出して、より社会学の先生方の方に、まあ、貢献をしていこうと思います。